国鉄滝42,300経過車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、硫酸ヒドロキシルアミン水溶液専用の35トン石炭ク車として1978年12月25日に、1ロット5両が、若松車両の1車のみで製作された。 硫酸ヒドロキシルアミン水溶液を専用種別とする形式は本形式のみである。落成時の所有者は三菱化成工業の一社のみであった。その後、三菱化成工業三菱化成三菱化学と社名変更があり社代表機もその都度変更した。当初は社名、社門を専用の表記板に記入の上タンク帯に取り付けていたが、 三菱火星に変更時より直接車体に表記するようになった。前車黒崎駅を常備駅として生涯変更されることはなかった。1979年10月より火星品分類番号96が表記された。タンク体材質はステンレス構成であり、後半製の外半を装備している。二役方式はタンク上部の液で管からの上入れ空気管と 駅で管を用いた空気圧により上出し方式である。両管とも S 時間は装備していない。塗色は黒であり、全長は 12200mm、全幅は 2500mm、全高は 3744mm、台車中心間距離は 8100mm、自用席は六点一立方メートル、自長は八点零トン、換算量数は、赤車点五。 空車1.8であり、台車はコロジク受け、コイルバネ式の TR225 であった。1987年4月の国鉄分割ミニエーカ時には、全車5両が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では、全車建材であったが、2000年3月に、全車一斉に廃車となり、同時に、形式消滅となった。ありがとうございます。